はい、いらっしゃいませ。はい、お店広げました。よかったら皆さんいらっしゃってください。はい、お、安藤さんいらっしゃいませ。開店と同時にどうぞどうぞ中に入ってってください。今日寒かったでしょうね。あ、はい、みんないっぺんに来てくれたね。まずはマリさんから、はい、お仕事お願いいたします。そして植草さんもいらっしゃい。はい、どうぞどうぞ。あ、どんどん入ってきてくれて嬉しいな。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、みんな、はい、どうぞお入りください。はい、今日もね、西葛西の某所にあるらしいと噂されております、実況隊のサッカーバー、今夜10時にあと3分で正式オープンですけど、ひっそり開店予定です。はい、皆さんどうぞどうぞ入りください、ください、どうぞ。はい、地元のさんいらっしゃい。はい、相撲さんもいらっしゃい。桃海斗さんもいらっしゃいって感じでね。はい、あ、植草さんどうも。こんばんは。あ、こんばんは、いらっしゃいませ。はいはいはい。あれ、なんか、まゆさんどうしたね。はい、ホストさんとしてね、あれ、リスナーに戻るね。今日はリスナーで行きたいのかな。あ、来た来た来た。あ、いらっしゃい。あ、すいません、ちょっと Wi-Fi が違ってたんで。あ、お疲れ様でした。はい、どうもどうも。はい、いらっしゃいませ。はい。どうぞ中入ってってください。今日寒かったね、皆さんね。ね、本当に。うん、冬ですよ、冬。急に寒くなりましたね。ね、本当ね。うんうん、植草さんいかがですか今日は。え、寒かったですよ。寒かったですよ。うんうん。うん、植草さんお仕事的には、ね、外に出る仕事なの？中にいる仕事なの？外です。外が多いです。外が多いですか？まあ半分半分ですけどね。あ、俺と同じだ。じゃあ結構大変だね、うん、この時期はね。そうなんですよ、本当に。なんかだんだんこう秋と春がなくなってるような気がするんですけど。うん、あ、そうですよね、うん、暑か、あれ2週間ぐらいまで20度超えしてたのに、ね、10度以下とかね、ね、あっという間だよね、うん、本当やだね。マリさんはどうですかこの寒さ対策。ね、寒かったですね、うん、でも私は、うん、家っていうかあれなんでごめんなさい、リモート自宅。あ、いやいやいや、部屋か、普通に会社なんで、うん、すいません。ああ、なるほど。すいません、外に出てる仕事じゃなくてすいませんっていう。いや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 、はい、それはそれでまた違ったストレスがありそうだしね。うん、そうですね。室内の仕事はね。はい。うん、いや、今日もな、今週も結構ね、いろんな、うん、サッカーネタがあって、うんうんうん、なんだろう。今日も今日でね、なんかいろんなことがあったみたいでね、ちょっと私も今日仕事しながら横にちっちゃい画面を開いてたんですけどね、ちょっとびっくりしましたよ、本当に。ああ、結果しか追ってなかったんです。うん。うん、え、植草さんも見てたの？見てましたよ。隠れて。ちょうどお昼休みだったから。うんうん、あ、確かにね。ああ。あのまま逃げ切れなかったのかなって感じだけどね。いやー、痛いね、あれはね。うん。うん。全然あれしか見てないんで、結果しか見てないんであれですけど、結果だけですか、うん、はい、そう、もう前半早々からあれですよ、キャプテンの、そう、センターバックの人がもう退場になっちゃって一人足りなくなってて、そうなんですね、そうそうそう、渡辺選手だっけ、うん、一発退場だからね、うわ、うん、じゃあ次も出れないんだ、いや、でも2試合出れない、あ、じゃあもう出れないじゃないですか、うん、あ、だ、痛いですよね、うん、うん、そりゃないぜって感じなんだけど、これで、あ、やばい。そう、この話もね、後でしようかなと思ってるんですけど、うんうんうん、さあ、じゃあ10時な、あ、10時1分になったね、はい。はい、よろしいですかね、皆さん、これもね。あ、どんどん入って、あ、レイ君いらっしゃい。また途中でね、コメントどんどんね、読み上げてきますんでね、うん、皆さんどんどん書いてってね。うん、はい。はい、どこから、はい、ここからだな。はい、時刻は22時1分をちょうど待ったところです。はい。毎週水曜日夜10時開店、今日もね、X スペースからね、ネット上の皆さん、リスナー
スナーの皆さんにお伝えしております、はい、東京 23FC と実況隊のコラボ番組クラブとファンの夜のたまり場ということでね、私が毎週と言いましたが皆さんが23と答えるね、あの番組が始まります、うん、それでは参りましょう、行きまーす、毎週 23、 ありがとうございます、うん、はい、あ、ごめんなさい、はい、今日で208回目ですね、すごい、毎週23も208回目、ちなみにこの毎週って言ったらみんなで23と言いましょうなんて、これ最初からやってんだよね確かね、そうなんですね、もうみんな208回毎週23って言ってるんですよ本当にバカみたいだよね、うん、はい、ということでね、はい、よくありがとうございま す、こんな遊びに皆さんお付き合いくださってね、うん、本当になんて言っていいやら、11月の20日です、はい、もう来週になったらとうとう12月になっちゃいますね、うんうん、はい、今日のタイトルはこれです、市原カップの準々決勝、実況席はゴールラー、日本大学 N ドット戦の振り返り、はい、ありがとうございます。リーグ戦が終わって、全国大会が終わって、ああもう今年のサッカーシーズン終わってしまったなって思っていたんですけど、今年はね予想以上に市原カップが楽しくてね、うん、本当に本当にすいません、楽しんでてって感じですよねそう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 あの各界隈でねヒリヒリした、まあ、試合はやってらっしゃるんでしょうけど、うん、今年は結構私は楽しんで市原カップをね、うんうん、あの満喫させてもらっております、うんうん、はい、今日はその辺の話もねしながらね、伝えていきたい、あのみんなでおしゃべりしていきたいと思います、はい、まず、今日の番組のねスピーカーをご紹介します、私店長とあとメイン MC を担当しております、東京23勝手に実況隊実況 MC のブラジル36です、こんばんは、皆さんよろしくお願いします、どうぞ、あ、ありがとうございます、なんか今生の拍手の音が聞こえたな、はい、それではアシスタント MC さんよろしくどうぞ、はい、なんだろうな、この市原カップの楽しみの一つとして、ウエストに、うん、うどん屋のウエストに行くっていうのがハマり始めた、マリです、よろしくお願いします、もう20連続で行ってんじゃないの、はい、もう今ね次に行った時に何を食べるかっていうのまで決まってるんで、すごいね、そんなに美味しいんだ、美味しい、次鍋焼きうどん食べたくって、あ、いいですね、はい、こういう寒い日にね、はい、確かに鍋焼きはいいな、確かにな、はい、はい、あの今度ぜひあの写真に撮って、あ、もう全部撮ってるんでね、最後にね、あ、そうですか、ね、ウエスト、そう、あ、はい、ちょっとご紹介くださいぜひ、ね、やりたいですね、みんなで、はい、はい、ありがとうございます、さあそれではね、うん、いつも、この人がいるから賑やかになるという常連さん、そしてコメンタリーさん、よろしくどうぞ、はい、今週は何もネタがありません、植草でございます、よろしくお願いしますなんかたまには拾ってきなよ、いやいや本当ないんですよ、ごめんなさい本当に、なんか LINE とかでこそこそ送られてるんじゃない、ない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 、あ、ないのないない、本当に、まあいいんですけどね、まあいいやいいや、じゃあとりあえず、番組をねスタートしながらみんなで植草さんほじってね、はい、あの吐かせましょう、いや今日は何にも出ないですよ本当に、叩いても蹴っ飛ばしても何も出ないなんかそれも寂しくないですか、なんかないですか、なんかだって ね、あの週末行けてないし、うん、あ、そっかそっか、うん、忙しいんですか、そうそう、あの忙しくはないんですけどね、たまたまちょっと、うん、あの、うん、研修があったもんですから、審判、うん、関係の、それでちょっとどうしても行けなくて、うん、あのでも今週末は行きますから、うん、間違いなく、あ、よかった、はい、あれ先だ、あれ今週末あれ先だっけ、はい、うん、そうだよね、その話もあったでしょ、なんかいろいろあれだね、審判さん界隈も忙しいんだね、そうなんですよ、何にもなければね、なんか研修研修で、うん、本当に、うん、うん、まあ、大変でした、はい、ありがとうございます、じゃあ今晩こちらこそよろしくお願いいたします、生温かくご参加ください、はい、うん、ありがとう、はい、それじゃあお店の方はですね、はい、今日もね、どこかから見てるはずということでね、はい、東京23勝手の実況隊映像のパルグエルさんがね、はい、また、いると思います、はい、なんかあったらパルグエルさん連絡ちょうだいね、足はつってないかな、つってないかな、つってないといいな
はい、それでは番組のコメントについてマリさんご紹介よろしくどうぞ。はい、毎週23は皆さんのコメントで作る番組です。23のサポーターもそうじゃない方も、うん、今ね安藤さんからウエストは行きたくなりましたと言われたのでウエストに興味がある方もぜひコメントをお待ちしております。面白いコメントどんどん拾っていきたいと思います。はい、また番組で取り上げてほしいテーマ、はい、質問などございましたら、うん、X の方に、ハッシュタグ東京 23FC、もしくは毎週23をつけてポストしてください、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、コメント大歓迎です。はい、桃会と中継も、ね、パパさんからね、西ヶ丘マイドゴール裏、うん、なかなか楽しいですと、うん、嫌いではありません。反対側のゴールは見えにくいと言われてます。はい、なるほどね。うん、いや皆さんのコメント本当にねいつもね、うん、楽しんで読ませていただいてますし、この番組の方もそうですけどね、はい、試合の中継なんかもコメントがなかったら俺たちも中継できない体になっちゃったよね。本当にね、はい、ぜひ皆さんねどんどん参加してって、ね、はい、よろしくお願いします。まあね、選手も聞いてると思うんでね、コメントはそう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 、うん、ぜひね、うん、応援してあげてほしいなって、もう選手にみんな伝わるからね、うん、本当にぜひお願いします。さあ、それではね、最新の23ネタをね、はい、皆さんでグダグダフリートークで喋りましょうというコーナーなんですけど、今夜の23トピックス、はい、ありがとうございます。まあいろいろあるんですけれども、はい、ね、チャラチャラ皆さんでねネタを出しながらこういじっていこうと思うんですけど、私がまず今日初め最初にお伝えしたいというか皆さんとおしゃべりしたいことはこれなんですけど、2024年シーズンファン報告会実施予定のお知らせという今日はエピソードを拝見いたしました。はい、とりあえずね、まだ情報は細かくは決まってないらしいですけど、うん、12月の8日の日曜日夜6時夕方6時より、うん、東京 23FC2024 シーズンのファン報告会を実施予定ですというね謎のコメントだけがこう残っているという状況なんですけど、はい、これは何なんですか、ファン感ですか、いわゆるどうなんですかね。ね、植草さんなんか聞いてる？何も聞いてないんですよ。そうなの、うん、私も今日の X で初めて知ったんですもん。寂しい。とか、ウエクサさん完全はぶられてんじゃん。うん、もう実況隊の方には、お前は実況隊の方に、うん、だから、来シーズンは、どっかのチームに移るって言ってるじゃないですか。あれ、今、それ、あれ、さっきまで来てた人のところですか？え？さっき、誰が来てた？誰かいたの？あ、それありかもね。ウエクソンさんエリースか、うん、なるほど。いや俺日立ビルかな。あ、日立ビルね。いやいや日立ビルはちょっとね、うんうん、行きたくないっす。だっていじめられるから、うん、そうですか。いいのかな。そのさ、でもね、うん、ね、でもあれだよね、マルさん、こういうシーズンのファン報告会ってやったことないよね。もうないと思う。いいですかね。うん、へえ。ファン感とかは終わってからないか。ファン感ってフットサル大会みたいのはなんかやったような記憶はあるけど。あ、そっか、お客さんとコミュニティね。そう何回かあったね、それは確かに、ね、うん、だけどまあどういうシーズン始まる前じゃないですか。終わってから。終わってからもなかった。うん。こんな私が入ってからはないから。もうだいぶ前だと思うんですけどね。うん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 、ただこうだからどね、これどういう形だ、報告会というぐらいだから、うん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 、ある程度ちゃんとした箱の中でやるんじゃないのかなとは思うんですけど、うん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 、いかんせん何も聞かされてないんで。あれ、なんだっけ、アスリ、市原カップのさ、決勝って何日だっけ、1日の日ですよ。12月1日。ってことは、ね、決勝の1週間後だ。1週間後。うん。でもなんかちょっと何だっけ、リンクたどるとさ、うん、公式サイトのページに行くじゃん。うんうん、ほんでなんかそこを読むとさ、本当にリアルっぽい、ネットで例えばズームでやりますとかさ、うん、スペースで YouTube でやりますとかじゃなくて本当にリアルにやるから、うん、西葛西方面でやりますみたいなこと書いてありましたね。
すごいね。ど場所取ってんのかね。わかんないですね。12月の8日じゃちょっと野外の6時じゃ野外は寒いよな。まさか西葛西駅前のロータリーでやるってないの、ね、ロータリーみんなでゴミ拾うの。いやそれは23日の日。あ、今黒駒ちゃんからフットサル大会はシーズン5でしたね。うちに PK 大会の優勝トロフィー預かりっぱなしですってありますね。あ、そっか、はい、そっか、やってたな PK 大会。夏さんから植草さんイリス行くんですかって。誰が夏さんが植草さんイリスに行くんですかほらこういう話題がね、この後どっかで広がるかもしれないから面白いな。選手も聞いてますよ、監督も聞いてますよ。もうやばい、今度日曜日行った時誰も口聞いてくんないかもしれないしね。やあ、確かにね。あ、お前だってもういなくなるんだろうみたいな。そう あーもうやばいな、ストーブリーグ始まっちゃったよ。いいですねって、いろんなカテゴリーでもやってますよね報告会って安藤さんが言ってますね。ねえ、本当だよね、うん、あと黒駒ちゃんはこんばんは、ドイツのカーチさんにコメント打ってて遅くなりました、と。俊太先生がドイツに行ってるから往復5時間かけて会いに行ったそうです見たそう、なんかあの川内さん今度女子サッカーを語るなんか YouTube の ね、あのイベントやるみたいなんで、よかったら皆さんぜひね、あのチェックしてみて。そう、川内さんの X 見るとあの出てますんでね。俊太さん今ドイツ行ってんだね。そうそう、高校生連れて、ね、あの高校生連れて、すげえ羨ましいと思って見てました、うん、そうだよね、うん、いやでもこのファンカン、ファンカンってこれだ、うん、誰が仕込みしてるの。ファンカンってか報告会ね、報告会じゃないじゃん。皆さん報告して以上終わりとかって解散とかっていうのうちだったらありえるけどねそんなことないでしょしてないですね。ファンの人みんな呼び出してね、うん、6時からって言ってさ以上8分ぐらいで終わっちゃうの20分ぐらいで以上お疲れっつってお疲れさん、来年もよろしくっつって解散っつってなんかでもイベント形式にするんだったらどっかあれかね、場所取ってやるんかね。でじゃないっすかね。でもそしたら人数把握しないと会場も抑えられないもんね。私その前にスポンサーの報告会があって、その後にファン入れてファン報告会なのかなとかいろいろ深読みしちゃったんですけど。そうだね、でもスポンサーさんには報告会してるだろうね、うん、きっとね。だからその続きでじゃあファンも呼ぼっかみたいな、うん、その最終わり際はファンを入れてやるのかなって勝手に、うんうんうん、勝手に思ってました。うんじゃなくてあ、なんかあれだよ、あの地元のさんからもエリスの植草さんよろしくお願いしますって、もうなんかエリスに植草さんが移籍すること規定のさかちょっと、はい、やるにそんなこと言ったら本当に来ますよエリスの人は。そうだな、あだそうだよな、リーグ運営だったらウェクスさんすごい使いであるもんね。ある人脈もあるし経験も豊富だしね。そう桃海とパパさんから青森大学グラウンドって笑われてる、うん、グラウンドでやんの寒いわ。いやーまあキャンプなんだろうね、でも楽しみだけどね本当に、うん、なんだろうちょっととりあえず何やるかを知りたいですよね。そう、うん、いや毎週23はそこでやろうって。ああ何 ライブで毎週23 すごいな、みんな来てくれんの。そしたら今リスナーの皆さんだからファン感だから、ファンの人いっぱいいるから大丈夫じゃないですか俺たちが毎週って言ったのにみんなで23ってこだまするのすごいな、それはそれでやってみたい気がするけどでもその司会進行しちゃえばいいんじゃないですか、ブダブダ。あ、何そのファン感を、そう報告会、あ、ファン報告会を。でも俺らが司会やったらさ、グダグダになるぜマジで。え、大丈夫、時間通り終わらせられるじゃないですか。いや終わるけどさ、うん、どういう内容で終わるかじゃん。まずきちんとするの絶対俺たちには無理じゃん。あ、だってさ、日立ビルのさ、あのお偉方を西ヶ丘でお迎えした時だってさ、うんうん、よくあんなグダグダの MC で あの人たち許してくれたよね。本当にすいませんって感じだった。そうすいません、後で怒られなかったかなと思うけどさ、へえ、でもそうだよね、このなんかファンカンっていうかこれ、ね、誰だよ本当に、おい聞いてたらちょっと
その企画する人な名乗りを上げるとかね、えなんか教えてくれればいいのにねっていうファンの人も、えで何をやるんですかみたいなね、うん、そう、あ夏美さんからファン間の日程が浦安と被っていて残念ですって。おお、残念です。なるほど、合同でやるかじゃあ。ああ、貸してくれますかね。合同ファンか、近いしね。あ、ディズニーランドでやればいいんじゃない。ディズニーランドファン間すげえな、浦安だった。あ、葛西臨海公園、葛西だもんな、公園、臨海公園、寒い。いや、それかどっかホテルを借り切ってとかじゃないの。ないな、ないな、お金ないもんな。そのお金がどこにあるんですかね。そうだよね、どうすんだろうね、うん、どっかスポンサーさんの会社貸してくれるとこないのかな、大きい会議室みたいなのね、うん、会議室、そう ね、 ね、ウェクスさん、あの、はい、23のスタッフさんでさ、うん、一番こう、あの、現場的に仕事的に大きい会場を自由に使える人って誰なの。え、自由に、うん、例えば何だか分かんないけどさ、あの、うん、大きいトラックのさ駐車場があってさ、うん、失礼、その倉庫を全部使えるとかさ。誰、浜辺さんあたりだったら、こうなんか大きい、こうなんていうか、あの、野菜関係のお仕事してるわけじゃん、果物か、ああ、なんか温室、まあね、があるかとかさ、 行政とかね、もうツアーあれだから、そういうその区の施設を借りるのか、うん、図書館とか、うん、で、あとだから思いつくとしたら、あの、いつもやってる船堀の、ああの船堀タワーの、でも葛西か西葛西って言ってたから、船堀じゃないんだなと思って、ね、まさか TSR のあそこじゃねえだろうね。 TSR の地下のほうなんか一回あれやりましたよね、なんか新体制発表会、あ、そうそう、ね、うん、あの、うん、あの時ズームかなんかでね、そうそうそ う, そ う, そう、あ、一回やったね。 あれ俺が行けなかった時じゃないの、うん、風邪ひいちゃって、あれ、そう、そうでしたっけ。そうだ、あ、そうだそうだそうだ、私とパラグエルさんで一番頑張ったやつだ。必死でやってます。あれ大変だったわ。ごめんね、申し訳ない。懐かしい。あれは大変だった。いろいろ何もかもが大変だった。なんかいっぱい経済トラブル起こったんでしょ。そうそうそう、照明がないとかさ。そうだ、まだマリさんが参加した、あの、あれでね、まだ実況隊の活動を始めたことでね、そうそうそう、まだこんなずずしくなかったことでね、めっちゃ大変だった。あれは懐かしいな、ね、うん、面白い。桃海とパパさん、葛西、うん、トラックターミナルじゃないって。あ、そうね、トラック協会ね、あれだからね。ああ、そうですね、信濃運輸さんのあれもあるしね。あ、どうでしょうね、どこでやるのかな、ね、あ、夏美さんから浦安ホテルだって。へえ、でも会費高いですが。あ、そうか、そうだよね、大気高いよね、うん、なんかでも会費安くしてもいいからね、あの、本当若い人たちいっぱい来てほしいなと思うんだけどね、うん、まあ、そもそも会費があるのかな、これ、まあいいや、ウエクサさん、これ以上これ深掘りしても何の情報もないからさ。そう、全く何も私把握してないんで、まあ、完全に俺たちがなんか飲み屋の話でね、妄想を語ってるだけで、ね、そう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 、そうこれぜひちょっと、あの、なんかいろいろあの手この手でさ、ちょっと情報を探ってくださいよ、うん、ね、ね、お願いしますよ、うん、はい、ということで皆さん12月の8日なんか夕方、夜に、あ、夕方6時か日曜日になんか、うん、火災、西火災か火災あたりでなんかあるらしいということでね、うん、みんなで探しましょう、はい、どこでやってるか、そうそうで、あの、皆さん予定帳にね、ちょっとこう、うん、キュッキュッキュッて書いてね、あの、ファン報告会に参加って書いてね、あの、時間空けといてくださいね。俺たちも何かやるんかね。ね、どうなんですかね、撮影したりするんですかね。ね、ね、うん、まあいいや、はい、てときます。じゃあということで、はい、皆さん、ファン館ファン報告会お楽しみにというニュースでした。はい、はい、それではですね、まあ、とりあえず今日の一番のネタかな、うん、KSL 市原アスレタカップのね話をしたいと思います、うん、パチパチ。はい、ですね、先週の日曜日です、11月の17日だよね、うんうん、はい、合ってますね、アスレタカップありました、市原スポレクでね、うん、あの、セントラル開催ということでね、はい、準々決勝のチームがみんな集まってきたかなって感じですね、うん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 、はい、
一応その時の結果だけ先言っちゃおうかな皆さんね、うん、まず、11時からの試合ですね、うん、A コートで行われた琉球大ドラゴンズと境トリニタスは、はい、すごいね7対0で琉球大ドラゴンズが勝ってんだ。そうなの、すごい差だった。あ、これ全然隣だったけど気づかなかったな、うん、すごい点差だね。はい、やだね、これが来年関東一部に来んだよな、ドラゴンズな。ねえ、今年強いですね、うん、完全に復活した感がありますね、琉球大ね、うん、かもトリニタスさんが何かあったのか、 あもう選手が移籍とか。でもちゃんとさ、あれだな、フルで、うん、控えもいるし、なんですかね、うんうんうん、やっぱじゃあただ単に強かったんですかね、学生たちが、ね、まあ、あとモチベーションの差かもしれないね、うん、はい、はい、で同じ11時ですね、うん、午前スタートで、あの C グラウンドではね、僕たち東京23 FC と日大の N ドットがね、はい、対戦しましたね、うん、これ結構ね面白い試合でしたね、私的にね、うん、これちょっと説明しようかな、大丈夫、うん、上下さん大丈夫、どうぞ、起きてる、最近わかんないんだよな、気配これ殺しながら、はい、はい、いいです、大丈夫です、はい、ですね、はいはい、スタメン紹介しましょう、23 FC ですね、はい、ゴールキーパー大滝さんでした、うん、でディフェンスラインが梶山選手、前田選手、うん、栗田優吾選手ということでね、はい、大滝選手と栗田選手が元日本大学出身ということでね、うんうん、今日は OB 対 OB として参加しておりますね、はい、それからですね、ボランチが近藤匠選手と高橋大選手が中盤でゲームを作りました、はい、で両ウィングバックですね、これは清水選手 と、はい、これ清水選手ともう一人どっちだ、井上か、井上凛選手がね、うん、ウィングバックでしたね、井上選手が左、はい、清水が右、はい、で3トップですね、神田元樹、それから藤海田、半田玄也ということで、藤選手が基本真ん中だったのかな、はい、そうですね、はい、はい、で神田選手 と、半田選手がちょっとシャドウで下がって右行ったり左行ったりみたいな感じでしたね、はい、はい、それから、サブの選手ですね、ゴールキーパー吉川尚輝選手、久しぶりって感じ、うん、それからここのところでずっとボランチで大活躍してた越智選手は今日はバックアップに入りましたね、はい、それから後半出てくるのが楽しみだった松本選手、はい、服部選手、服部選手も楽しみだったね、はい、それからもう一花咲かしてね、さらにこう上積みを上げたかった清家選手ですね、はい、それから、最近こうめきめき力をあのこうなんていうかな、蓄えてる、見せつけてる古山風雅選手が、はい、サブに入りました、はい、はい、ということでね、試合の経過なんですけれども、まずは、前半ですね、はい、これ俺メモを読もう、はい、ですね、前半の俺の方だと35分になってる、あ、一緒か、35分になってますね、はい、うん、7番だから高橋大選手から、神田元樹選手に縦パスが入りました。で神田選手が中であのペナルティーな PK をゲットしまして、それを自ら決めてゴールということで1点先制したのが23です、はい、でその後ですね、まあ、また様子を見るのかなと思ったんですけど、立て続けにです、はい、2分後になりますね、またこれ高橋大選手が素晴らしい活躍をしましたね、左から確かね、これ多分井上凛だと思うんですけど、凛が確か高橋選手に渡して、ペナの横のところから高橋選手がね、中を見ながらクロスを入れました、はい、非常に低くて弾道の低いいいクロスでした、うん、そこに外から飛び込んできたのが、近藤選手ですね、はい、近藤匠選手前節、はい、見事にね枠の外にボールをね押し出してしまうようなヘディングをしたんですけどうるさいよしつけよって言われそうだけど、この日は素晴らしかった、ヘッドでドンピシャゴールということで2点先制したのが東京 23FC です。あ、2点、差に広げたのが23でした、うん、そしてハーフタイムを迎えましてね、後半が始まりまして、はい、まあ、後半もねいろいろあのこうや頑張ったんですけども、トータルスコアとしては、2対0で23が逃げ切ったという感じのゲームでしたね、はいはい、スタッツシュート数だけ見ましょうね、東京 23FC は前半7本、うん、後半は3本ということで10本の、ね、シュート打ってますね、うん、それから日大がね、前半は4本、うん、後半11本シュート打ってんだね、かなり打ってましたよ ね、 ね、で、うん、シュート数合計15本ですから、シュート数はね日大の方が多かったっていう感じですね、うん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 、これコーナーキックが多かったからかな、あーかもしれないですね、結構打ってましたよね、打ってた、うん、コーナーキックはね日大8本、お1、2本だ、
2本、そうそうそう、だからやっぱりコーナーキック取って、うん、とにかくペナのところでね勝負をするとか、うん、あとあの監督も言ってましたけど ロングスローがすごかったっすね。ねえ、あれは綺麗だったな、うん、非常に高い位置であのロングスローを右左からもバシバシ入れて、ね、それがそのままヘッダーでシュートになるみたいな場面も多かったんでね、うん、まあ、この辺ちょっと怖かったですけどね、うんうん、すごいそんな感じのゲームでございましたね、はい。監督の金沢監督はですね、うん、非常にあの、ね、あのいつもインタビューをあの心よく受け入れてくれる監督さんで、ね、去年の表彰式からね、ちょっと仲良くなりましたね。なんかね、あの記憶に残る監督さんなんですよね、こう、そう、うん、すごく。あれ去年表彰式ってマリさんがインタビュー行ったんだっけ。私行きましたね。私なんか大学担当でした。あ、そうか、大学生担当で、大学全部行ったような気がします。東院も行ったし、関監督行って、うん、そうね、東京国際も行ったよね。国際も行ったし、うん、なんなら琉球も行ったし、うん、今年こうやって日大が入った。日大か、そうだね、日大 ね、はい、まあ、本当にありがとうございましたという感じでした、はい。この試合に勝利したことで、うん、東京 23FC は、うん、準決勝に駒を進めています、はい。良かったです、はい、はい、ありがとうございます。で、午後の部ですね、A コートの方はね、南葛と東京ユナイテッドがやりまして、これはね、南葛がね 3-0 でね、綺麗に勝利しております、はい。南葛だんだんね、あのやだんだんこう良くなってきたというか、ね、前半でさ、前半で一人退場してんのに、うんうん、その後に3点決めるって結構えぐいですね。なかなかだよね。そう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 、はい、って思いました。はい、すごい、はい、いいです。それから横浜タケルとジョイフル本田つくば FC、うん、はい、つくばの方はね、あのなんだっけ、ユッキーとね、はい、あの川島選手と試合前にちょっと話ができてね、うんうん、はい、頑張りますなんて言ってたんですけど、いや俺的にはタケルとやりてえなと思った、久しぶりに、はい、みんなが思ってました、うん、すいません、ごめんなさい、ユッキーごめんな、ユッキーごめん。まあでも結論から言う と、うん、1対1であの PK まで行きまして、うん、で PK 戦4対5で、制したのつくばということで、つくばがね、うん、準決勝へと歩みを進めたゲームでしたね、はい、うんうん。なんかたけるさん の 若田さん、うん、あのジャイさんと、うん、なんかあの黒熊ちゃんが結構ツーショットで写真を撮ってたりとかね、でなんか人気者とツーショットって感じでしたけどね、うんうん。ジャイさんでもあれだ、コーチとしてベンチに入ってましたね、この日 ね。そうでした ね、うん、残念ね、うん、ちょっと見たかったですけどね。あーと黒熊ちゃん、なんだ、あ、若ちゃん、あ、試合外だと、あ、若ちゃんと写真撮れたの嬉しかった、そうだね。あ、細川さんからなんかいろ目がキョロキョロしたコメントいただいてます、ありがとうね、これはどういう目のキョロキョロなんでしょうね、植草さんね、はい、え細川さんが目キョロキョロしてるコメントくれてるよ、細川さん、うん、あとでひっそり DM 来るかもね、なんつって、そんな話をしてたらもう完全にオファー来ちゃうかな、来ちゃうかな、どうしよう、何言ってんだか、まあいい、何言ってんだかこの人たち、ね、そうそうそう、そういうどっちかっていうと白い目だよね、こう目を細めてね、うん、そうそうそう、なんだこいつらみたいなね、うん、さあ、まあいいんですけどね。ということで、とりあえず、準決勝は、琉球ドラゴンズ対南葛 FC ですね、はい。それからこっちは東京20戦 FC 対またつくば FC ということでね、うん、今年何回つくばとやるんだろうって感じですけれども、はい、はい、楽しみですね、はい。植草さん、こういうカードに準決勝になりましたけれども、はい、感想とかなんかいろいろあります？感想、うん、あの、うん、そもそも日大戦って来てないもんね、うん、来てない、だ動画でチラッと見る感じでしょ。そうそう、ダイジェストで 見た感じですね、うん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 、まずね、いいチームでしたよ、大学生、日大、N.ね、うん、N.さっき黒駒ちゃんも返したけどスタミナあって、うん、確かに、うん、最後まで走ってたし、はい、そうそうそう、すがすがしくていいチームでしたね、ね、うん、すごく、そうだよね。なんかね、10番の梅原海斗選手、うん、キャプテンマーク巻いたあの選手がすごい良かったって、あのハーフタイムにあのサポーターさんのがね実況席に来てあれでしょ、そうそう、マリさんといろいろ喋ってたんでしょ、はいはい、司くんが
あのいつもコールリーダーをやってるね、うん、司くんがね、なぜか私の前に座ってね、あの、うん、インタビュー、なんかハーフタイムインタビューが始まりましたね、うん、自然発生、ね、うん、自然発生、結構俺途中からほら最後のしかいなかった、うんうん、基本サッカーの話をちゃんとしてた、そうそうそう、でなんか前半見てどんな感想ですかみたいな話とかして、相手チームどうですかみたいな、うちのチーム誰がいいですか、うんうん、みたいな話をねずっとしてたんですけど、ね、はい、その中でなんかあのこの10番の梅原選手がこうダイアゴナルにね、そうそうそう、あのダイアゴナルなんかすごく効いてるねみたいな話をして、そうそう、せっかくねあの持つんだけどそこから先がねなかなかなくってみたいな話をしててね、そう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 、結構面白かったですねあれ、うん、ね、あとはなんだ24番の大河原朝日選手、うん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 、よかったね、2番のディフェンダーの宮坂選手ね、うん、うん、いや本当にいい選手いっぱいいるね日大ね、だと面白かったですね、ね、うん、ほら4年生がこれが最後の試合って言ってて、おお、そうだね、するっていうので結構悔しかったんじゃないですかね、うん、負けちゃってここで終わりになっちゃったんで、そうだね、うん、あの最後にインタビューでさ、はい、あの俺たちがあのなんだ、誰だろうな、日大、栗田選手か、うんうんうん、っていうかのインタビューを取りに行った時にね、うん、ちょうど日大 の, あの後輩の選手たちと喋っててさ、はいはい、でめんどくさいからみんな一緒に喋ろうとあのインタビューしたいと思ったんだけど、うん、あの時もねなんかこう選手たちもちょっと疲れたっていうよりもちょっとなんかあの中に4年生いたのかね、本当は実はいたんじゃないですか、だからそれこそ10番とかいたんです、こう、あ、10番、うん、何番だっけな、8番、いやちょっとな分かんなかったけど10番だけはすぐ分かって、あ10番の子だな、あ10番さん4年生なんだ、4年だと思うんですけどね、うんうん、ちょっとあれ見てないです、まあそうだよね、あの今日、うん、八千代高校出身って書いてあったな梅原くん、八千代高校だったらあれだ、前田亮太郎と被ってるんじゃないの、あ、そうなの、あ、前田亮太郎八千代高校ですもん、え、マジ、うん、知らなかったそれ、八千代ですよ、へえ。そっかそっか、でもその誰かとすれば亮太郎も話してた気がするな、あ、ほんと、うん、え、前田くん、あ、本当だ、野鳥高校なんだ、知らなかった、へえ、そうっすか、なんかね結構何人か話してて、うん、ね、うんうん、なんかいい感じでしたよ ね、うん、ね、どんな先輩でしたとか聞いちゃったけど、あ、そうそうそう今度あれだね、マリさん、あの、ああいう時にさ俺がインタビュー終わらせようとしたらさ、うん、いやいやちょっと待ってくださいよって言ってさ、もっとなんか普段聞け俺が聞かないようなこといっぱい聞いてくれてもいいんだよ全然大丈夫です、うん、そんな、ね、そうなんですか、いやでもちょっとね、うん、あれは面白い絵が撮れてよかったなと、うんうん、確かにね、うん、なるほど、あのなんだろう、植草さんさ、はい、あの関東リーグの副理事の方のフェイスブック俺はつながってんだけどさ、はい、大学のこういう何だよ、大学リーグとか大学の生の生たち の, あの審判とかのそういうのもこう講義とかやったりしてんの、え、あ、講義っていうか、うん、なんつったらいいのかな、からあの審判の要は学年の関係もやってるから、ああそうなんだ、うんうん、ああこの間東大のあれが出てたからかな、そう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 、多分試合に、うんうん、インストラクターで行ってたはずですよ、うん、うん、じゃあ本当社会人とか高校とかね、育成年代もそうだけど大学生もそうやってつながってんだね、あ、つながってますよ、うん、つながってます、うん、まああの日大の N ドット日大の方でね選手で今年卒業で来年やるとこ決まってねえんだよなっていうのがあったらぜひ、ね、あの江戸川区あたりでいかがですかって感じなんですけどねあ、そうですよね、ね、そうですか、まあ、ということで、まあ、あの準決勝、はい、今週の、これだけ先言っとこうか、11月24日、はい、今週の日曜日ですね、毎週試合があって楽しいですね、本当リーグ戦みたいだね、はい今度お昼の1時半から、はいはい、じゃあおうどん屋さん寄ってから来るのかしら今度はね、マリさんね、うん、終わってから飲みに行くって言ってます、そうですか、じゃあ、はい、じゃあそれ飲んで飲みっていうのもね、いいですね、はい、1時半からですね、東京23FC と、ジョイフルホンダつくば FC の試合ですね、
はい、これはあの姉崎サッカー場ですのでね、あの初戦2回戦、予選をやった あっちの方のグラウンドになりますね、うん、また天然芝いいんでね、すごくいいでしょうね。まあ、筑波みたいなこう細かいパスをつないでね、細かくサッカーをやるチームとね、あの天然芝でできるっていうのはちょっと楽しみですね。まあ、そうですね、うん、ね、さあ元23の選手たちは出るのかな、ね、前回みんな出てるみたいなんで、うん、あマジで、はい、交代で入ってたし、うん、あ、みんなも出てましたもんね、うん、あ見てた見てた、うんうん、なのでまあ、うん、ね、今年最後の筑波との試合を、うん、うん、魔物ダービーどっちに魔物が出るのかなっていうのをね、ちょっとね楽しみにしましょう。そうだね、はい、で上草さん来れんの？行きますよ行きますよ。行くんですか？じゃあぜひあの小ネタを拾ってきてください、ね、うんうんうん、さあでドラゴンズと南葛ですよ、向こうの山。さあどっちが勝つか、もしくはどっちに勝ってほしいか。南葛ですよ。南葛、はい、はい、俺も南葛だないや、なんか隣町ダービー姉崎サッカー場でやりたい。やりたいよね、決勝でね決勝でそうだよね、名前かけてね、これちょっと燃えるよね名前かけてね、うん、そこはそこでなんかダービーなんで全然こう、うんうん、やりたいですよね、うんうん、南葛出るんだったら別にリーグ戦とかカップ戦関係なくね、そうそうそう、とにかく倒さなきゃいけないから、そう、練習試合でも何でも、そうそうそう、負けるわけにはいかないチームだから、南葛だけには負けられないってサポーターの人たちも言ってんだからね、本当だよね、やりたいわね、うん、いや、いいじゃない、姉崎のあの周りをさ、網の周りを全部両チームのサポーターで囲んでね、囲んじゃってね、本当に、うん、やっちゃいましょうよ、ちょっと面白そうですよね、うん、うん、まあ、筑波に勝たないと、そうね、まずはね、うん、はい、そうそうそう、今年の新味23でね始まった市原カップですけれども、はい、だんだんあのね、あのリーグ戦を戦ってた選手たちもね、うん、元チームに戻ってき始めててね、うん、またいろんなこう化学変化が見れてね、うん、いいですね、松剣もさすがにやっぱ面白いし、うん、竹が入ると変わるしね、変わるしね、本当に、はい、はい、ということで、じゃあ皆さん準決勝お楽しみにしてください。はい、はい、あの一応配信はおそらくできると思いますので、うん、来れない方は配信でコメントでコメントで一緒にみんな観戦しましょう、はいはい、来れる方はぜひ生声でね、姉ヶ崎に、うん、あのひろこう小玉させてくださいね、はい、感じです。はい、ということで、どうでしょう、あります、なんか植草さん、だからコメントはないって、え、違う筑波戦に対してのこう意気込みみたいなもの、ああそういう意味で、あ、失礼いたしました、うんうん、もう勝つしかないでしょ勝つしかない。で最後勝つしかとね、うん、勝つしかとやるためには勝つしかないね、うん、そうそう、勝つしかないってことでということで、あのごめんなユッキー俺たちは勝つぜ悪いけど、あとね、筑波のね、うん、あの副島監督、うんうん、多分これ指揮をする最後の試合に ならざるを得ないと思いますので、ね、はいはい、でやろうじゃないか、最後23で締めさせてあげようじゃないかって感じですよ ね、本当にもしあの試合終わったらね、ぜひインタビューくださいなって感じですね、うんうん、はい、本当いつもね長い間ありがとうございましたって感じです、はいはい、ということでですね、うん、あとはじゃあちょっと細かい話を少しずつしていこうかな、地域チャンピオンズリーグについてお話しましょう。今日からね、全国地域サッカーチャンピオンズリーグということで、いわゆるチケットが始まりました、はい、で決勝ラウンドの今日はね第1節が行われたんですけれども、はい、出場してるのはアスカ、それからJリース、そして福ユナイテッド、はい、あとボンズということで、この4チームがね、まず第1節を戦ってます。今日の第1試合、アスカフットボールクラブ対ボンズ市原、これあのボンズ確か先制されてると思いますね、アスカにね、うん、でその後、ボンズのセンターバック の、 あの選手がですね、キャプテンがですね、うん、ちょっと一発レッドだったの、あれ一発退場って聞いてますよ。あ、本当、じゃあそれで足りなくなって、人数が一人足りない状況になりました。しかしその後ですね、後半始まってすぐですね、ボンズが1点を取り返して 1-1 まで行って、まあ数的不利って本当にあったのかなってぐらいボンズもねすごくいいサッカーをしてました。でまあこのまま終わるのかなって、アディショナルタイム確か4分5分あったんですけど、はい、まあ最後のあと1分というところでね、あの、まあ、このまま
1位分け合うんでちょうどいいのかな両チームと思ったらですね、アスカが左から一気にこうあのクロス上げましてね、うん、で中にこうボール合わせてきてですね、それをダイレクトで決めたんだよね、アスカ素晴らしいゴラッソ、うん、あれは綺麗でしたね、ちょっとビビる感じ、うん、それで2対1ということでね、本当に最後の最後、うん、時間ギリギリで勝ち点3をさらっていったアスカっていう感じでしたね、うん、いやちょっとびっくりだね、うん、植草さんどうですか、チケツ怖いね。いやー、ほんと怖い。ただね、あれ、一発、うん、渡辺選手が一発退場になっちゃったでしょ。うんうん。だから、痛いよねーと思いながら。一発レッドだもんね。実質出場お休みだもんね。やっぱり、その、今シーズンの、その、モンさんの戦い方っていうのは、もう、うん、はい、選手速攻だからあそこのサッカーは、うん、もう、うん、守って守って最初抑えて最、うん、点数はあんまり取らないけど、うんうん、そういうパターンがねできてたんだけど、うん、ちょっとは、ね、今回も初戦でちょっと、うん、まあ、いっぱいしちゃってるから、うんうん、なかなかちょっと厳しいかな、だからあとはもう次の試合、うん、だから2試合もう勝たないといけないからね、でもやることはもう明確になってるから、うん、もう勝つしかないからね、うんうん、あれなんだけどなかなかちょっと、ね、正直厳しいなって感じで見てますけどね、うん、Jリースと福井ユナイテッドか、うん、なるほど、いやー本当でもまあ最後に帳尻合わせてくるボンズなんで、まあなんとかどうなんですかね、2位狙いで 2位からこう JFL との入れ替え戦でこう上に上がるとか、あーまあでもねそれは他力本願的なあれはしない方がいいっすよ、そうですね、あー、うん、やっぱもうあとはもう2勝するしかない、まだ2勝すれば全然そうです ね、 ね6まで上げられますから、ね、ないからね、やっぱもうボンさんはそろそろ上がってもらわないと困りますよ、そうだよね、あいつまでも関東リーグになんか中学生のリーグに高校生がいるような感じだもんね、うん、ね、もうそろそろね、うん、卒業してほしいし、はい、まあ、また後で話出てくるかもしれないですけど、うん、JFL でもその関東のチームがちょっとね、ついでに喋っちゃえ、そうなんだよね、あるから、うん、さっきちょ見て俺びっくりしたけど、もう横川が一番下にいて、うん、でミネベアと勝ち点で並んでるんですよ、並んで得失点差なんですよ、うん、で横川が次節ホンダでしょ、うん、ちょっと大変かもしれないな、厳しいよね、でちなみにミネベアさんはどこになってます、ミネベアどこだっけかな、ちょっと待ってね、ちょっと今調べないと分かんない、ああ僕も見れるかな、ちょっと待ってね、ああ GFL、 さっき調べてたんだよな、はい、いやー厳しいよな、どこだ、あ順位評価あったあったあった、よしよし、試合日程かこれだ、あったあった、ですね、最終節はですね、ミネベアさんはですね、だってブリオベカです、あありがとう夏美さん、浦安ですってことでありがとうねそっか、ホーム宮崎で浦安か、うん、もうこれはじゃああれだな、浦安頑張ってくれって感じだな、そうだな、人事尽くして天命待つじゃないけど本当。そう、うん、ちょっとジョニー頼むよって、ジョニー怪我してないだろうね、ジョニー旬ね、大丈夫、あのカードの終了、うん、カードで止まってたんで、だけど自身で出れなかったらしいって大丈夫だと思います、きっとね、分かんないけど、うん、出てほしいな、まあですね、うん、いや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 大変だ、いやこれねでもね得失点差で、うん、あれはミネベアがマイナス22、
で、うん、横川が30じゃない、30だから8段ですよ、うん、これちょっとね無理だね、ひっくり返すのね、だからもうはっきりもう横川は勝つしかないんですよ、うん、そうですね、うん、どうも浦安頑張れみたいなですね、うん、それと、うん、なるほど、仮に横川が、うん、まあ、最下位だとすると、うん、あれでね、地決の2位のチームとの入れ替え戦だよね、入れ替え戦なんですよ、うん、そうだよね、うん、ここで関東勢がこうお互いやり合うのは避けてえなと思うんだけどね、うん、やっぱりボンズさんに2勝してもらって、あとはちょっと飛鳥がどっかでくじくのを待つしかないかって感じか、うん、なんで俺がボンズのこう昇格をここまで真剣に考えなきゃいけないのか分かんないんだけど、これ関東リーグ勢としてはみんな多分そうでしょ。そうですよね、本当だよね、下からもどんどんいいチームが上がってきてるからさ、うん、そうなんでちょっとつっかえてしょうがないんだよね関東リーグも、ね、だから感謝もだから1位しかまだ自動昇格決まってないでしょ。そうです、あれ、うんうん、結局マリさん1位どこが抜けたんだっけ。渋谷か、はい、すごいね、おめでとうございます渋谷市の皆さん、マリさん的には一番厄介なチームが上がってきちゃったなって思ってましたけど、エドールだったよ、エドールが見たかったよ、エドールでも2位か。そうです2位です、うん、はい、なので、まあ、ここからどうなるか他のチーム次第っていうか、うん、他のリーグ次第になってるんで。そうだよ、ね、大変ですよね、うん、え、バイアンニョチオエクスさん、エドールがなんかこう入れ替え戦になる可能性があるの。え、あの関東リーグ、ああそう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 、だ渋谷もほぼ、あ、渋谷は確定なの。渋谷も確定です、はい、わ、そうかそうかそうか、いやすごい、またなんか賑やかになりそうだね2部がね、うん、なるほどね、いやいやいや、まあ、これ以上の情報は持っていないんですけれども、とりあえず今日終わって、初戦終わって、あと明日お休みで、明後日がもう1回か、うん、うん、でその次日曜日か、はい、うん、なるほど、え、ボンズのサポーターさんって今どうしてんの、京都まで毎日通ってんの。どうなんでしょうね、でもなんかちょっと今日昼 YouTube 見てたら、うん、結構ボンズさんのサポーターの声が大きかったですね、うん、あ、本当、うん、言ってんじゃないですか、うん、言ってると思うな、まあ、日帰りだとできますからね。そっかそっか、東京からね、うん、2時間ぐらい2時間半ぐらい3時間か、京都だから、あ、3時間かかんねえか、うん、かかんないね、うん、全然いけると思います。そっか、うんうん、いやー、なんとも言えないですけど、とりあえず皆さんそれぞれの立場で頑張ってください、はい、関東勢落ちないでっていうのを願うだけだな。まあそうですね、でもしょうがないですよね、うん、そうだよね、うん、まあでもじゃあさ、関東勢がね、あの今 JFL 頑張っていて、うん、落ちないでってね、横川さんもあるんだけど、うん、逆に JFL を1年で優勝してしまって、なんと J3 まで昇格してしまって、もっと関東勢がいるんですけど、すごいっすねあれは、また逆に栃木シティ、おめでとう、ありがとうございます、笑っちゃうよね本当に、うん、すごい、いやー大したもんですよ本当、ね、うん、前期そんな調子よくなかったっぽいなのにね、なんかもう16連勝だか17連勝して、そう、ほぼ負けなしでいってるんですよ ね今ね、うん、素晴らしいですね本当に、なんかもう土地、俺は今まで特に J リーグでさ応援してるクラブなかったんだけど、うん、来年から栃木市で応援しようとか思っちゃってにわかにね、そう、にわかに一番馴染みのあるチームって感じだけどね、うん、はい、いやでも1年で卒業できるってすごいことですよね、やっぱ ね、うんうん、すごいね、勢いあるなと思いました。植草さん、長年サッカーご覧になってると思いますけど、どうですか JFL1 年で優勝、 J3 昇格、いやすごいと思いますよ本当に、すごいの一言につきます本当に、うん、うん、だって ある、ね、まあね、過去ウーバー自体には JFL やってた、うん、やってましたからねあれですけど、うん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 、でもその当時と比べてやっぱりだいぶ変わってますしね、当然こうレベルも上がってる中で、うん、うん、
あれで首位で、うんうんうん、ね、1位になって、うん、で1年で J3 っすよ、うん、そうだよね。俺さあのね、選手も揃ってるし、うん、あとねスタッフも揃ってるからサッカーは頑張ったらいけるかなと思ってたのね、うん、でも今年からほら J3 に昇格するのにさ1試合平均2000人って決まってんじゃん。で確か俺ら関東、あ、まあ、JFL の時もあるけど関東だと1000人入るか1200〜1300人ぐらいだったのかな、アベレージ分かんないけど、うん、だ結構に、まあ、平均2000ってきついだろうなと思ってたんだけど、うんうんうん、なんか毎試合どんどん、ね、お客さん増えてってさ、うん、そう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 、最後の試合すごかったですね。で最後完席でやったんでしょ。はいはい、うん、9000何百人って書いてあった、うんうんうん、ほぼ1万じゃん、うんうん、だしょもんだよな栃木でね。すごいね、そうなかなか人集めにくい場所だと思うんだよ栃木ってさ、うん、国立ではないですからね。そうそうそう、国立だから、いやあなた一時トゲがあるね。すいません、いや国立だったらまだほらなんとなくわかるじゃないですか、はい、サッカー好きな人も多いだろうし興味持ってる人も多い、あの箱が見たいっていうのもあるだろうしね。そうそうそう、うん、でもなんか栃木まで行くとか栃木の人たちがこんだけ集まるとか、うん、いろいろ考えたらすごいことだよなと思う、うん、すごいよね、うんうん、あの大栗代表ってさ、はい、あの俺らがあの昔地獄の関東リーグっていうイベントをやったことあるんですよ、はい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 、サポーターさん集めてさ、うん、でその時あの、ね、ちょうどもう上から浦安落ちてくるわ、もうあのウーバーが落ちてくるわ、でもみんなやけくそになってめんどくさいからイベントやろうぜってやって、うん、で一番最初にね、あの代表者はとにかく声かけてみようって言ったらさ、大栗さんが来てくれたんですよ、うんうん、あの行きますって言ってくれてさ、うん、したら大栗さん来るって言ったらみんな他の代表もじゃあ俺も行く俺も行くって会ってみたいとかって、うん、であのイベントが成功したんだけど、あの大栗さんが最初にまだ若々しい頃にさ、うん、あのすごいお茶目な動画を撮ってくれたんだけど、あれをこの前切り抜きでツイッター回したんですよ、うんうん、そしたらねインプレッションだけでね7万超えちゃいましたよ、うん、だいたい普段の実況体ってねインプレッションでね、まあ、2000か3000ですよ言っても、うん、7万って何これって感じでね、うん、だからやっぱり皆さん関心があったみたいですね J3 に上がったシティにはね、うんうん、でもこれでさ俺ちょっとあんまり J リーグの J 知らないんだけど、今栃木 SC の方は来年 J3 なんでしょ。 J3 なんですよ、だから同じカテゴリーでやる。おこれすごくないですか、盛り上がるんじゃないの。盛り上がると思いますよ栃木、ねうん、SC は宇都宮市だっけ、まあ、基本宇都宮ですね栃木 S は、うん、だ宇都宮 VS 栃木市でしょ、うん、これは結構いいんじゃないですか、栃木サッカー盛り上がるんじゃない。盛り上がりますね。ねえ、うん、いやもう今頃あれでしょう、大栗さんあたりはもう J リーグ上がった後のことを考えて選手集めとかすんごい動いてんだろうね今ね、うん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 、でしょうね、うん、あの人のことだからもう来年1年で J2、ね、目指しますみたいなこと言うと思うぜ。で、まあ、ということでちょっと一方的にね私がこうお話をしましたけども、はい、とりあえずあの関東リーグ卒業の栃木シティさんこれからも応援してますんでね、はい、でも J でもぜひ頑張ってください。はい、それからね橋谷さんが本を出すって先週のちょっとラジオでもお伝えしましたけど、はい、その本にはね、関東リーグから JFL に昇格して J3 に上がるためのいろんな秘密が書かれてるそうなんで、じゃあチーム関係者とかファンの皆さんぜひ買ってね読んでね、23もあと追いかけようではありませんかって感じなんですけどね、うんうん、ちょっと楽しみな本ですね。はい、ということで、うん、じゃあシティの皆さんよろしく、はい、頑張ってください、追いかけます。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、コメント読もうかな。安藤さんありがとう。シティさんはスタジアムが素晴らしい、あんなの作ってくれたら選手も頑張りますよねということでね、そうですよね。ビアティンさんもねあっちのスタジアム行ったのかな。うーん、スモアさん、栃木は大差で勝って優勝はすごかった、でもさすがに9点まではいかなかったけどとかって、うちが相手だったらよかったですね。そうそう、またそれ思い出させるのかお前はって感じだ、ね、懐かしいな、9点取られた。
そうだね。黒熊ちゃんちょっとあれですけど、2週連続でウエストでうどんだったから今週末は勝ったらお肉行きたいわーっつってるね。お肉は優勝したらお肉にしようよ。あ、優勝したらお肉なんだね。やっぱそこまで我慢しとかないと最後に美味しいものをね、こう、なるほどね、うん、はい、満足しちゃいけないかなと思いました。そういう、でもあれだね、あの縛りを入れた応援の仕方も楽しいですね。あ、でもよく勝ったら焼肉、負けたらラーメンとかやってましたよ。そうだった、うん、どっちも美味しいからいいじゃんって話になるんですけど、うん、で入り口はそんなのもやってたりしてましたよね、うん、まあいろんな楽しみ方がありますね、サッカーはね、うんうん、あとはそう、それからね、あ、これ久しぶりだな。サッカー日本代表です、はいはい、今日は代表まで話しちゃおうってことで、まあ、大して俺見てないからねあんまり言えないんですけど、今あれですよ、あの三次予選グループやってるんですよ、グループ予選、うん、みたいですね。はい、で、昨日日本は中国とやりましたね、うんうん、ちょっと独特な3対 1? 3対 1? 3対1ですね、3対1ですか、うん、もうなんか話だけ聞くと圧勝だったみたいですね、日本はね、うん、なんかあまりにも強くてつまんなかったって言われました。あ、そうなんだ。はい、すごいね。いやー、本当今勝ち点で16でもリーグの中ではもうダントツ1位で、うん、得失がプラス20というね、うんうん、今年の途中までの俺たちみたいだなって感じなんですけどね、あ、勝ち点以外はね、うんうんうん、まあ、次の試合にあのバーレーン戦かなんかに勝つともう昇格じゃねえ、ごめんなさい、ワールドカップ出場が決まるっていうことらしいんですけどね。なるほどね。え、植草さん今年の代表細かく見てます？あ、一応見てますね、うんうん、どんな感じですか、うん、今年の代表は。今年の代表だから あれですよね、結構、うん、やっぱ海外組がほとんどなんで、うんうん、でやっぱ ここ的にはもうレベル上がってるっていうことで、で今うん、トップの誰だっけ、怪我してるの、今回出てなかったの、オランダに行ってるな、あれ名前が出てこない、あの、誰なの、トップのセンターフォワードの、あの誰だ、あの、全然違うの見ちゃって、怪我して出てないんですけど、サッカーの実家やってる人が3人もいるのにさ、興味なさすぎるよ、なんかもうね、最近ね物忘れがね激しくてね、いや分かる、関心がないんだよきっと。強いチームはさ、まあ、私たちが応援しなくても大丈夫だから大丈夫と思っちゃうね。いや多分でもね、リスナーの皆さん分かってんだよ、俺らが分かってないだけで、うんうんうん、全然違う、あ、上田だ、上田綾瀬ありがとう、うん、そう、コメント待ってて本当ありがとうね、上田綾瀬選手って、うんうん、そう彼がね怪我してて、であと、うん、誰だ、富安もずっと怪我で出てなくて、あれはもう一つディフェンスの選手も怪我して出てなくてって言ってて、でもね、うん、そんな怪我人がいる中でもその、うん、代わりというか、あの、うん、代わりに出てくる選手 もレベルが高いんで、同じサッカーできるから、うん、すごいね、安定してますよね、うんうん、いやでもこれもやっぱ育成の勝利だな、うんうん、すごいね本当ね、うん、なんかあの時々見るけどボールタッチとかめちゃくちゃ綺麗だもんね、うん、さもうピタピタって止まるしさ、うん、加速感もすごいしね、たださ俺その記事読んだ後にさ、うん、なんかこの後の日本でやるあの試合のさ、うん、チケットまた余ってんのかなと思って見たんだけどさ、うん、まあ余ってるチケットあるんだけど一席3万5千円とかするよね、高いよちょっとと思うんだけど、指定の、まあ、SA 昔で言うとこの SA とか SB、うんうん、3万とか2万普通でさ、ゴール裏で5千何百円ってすんのね、あー、ちょっとこれ子供いけないじゃんと思うけど、そうですけど、本当に何しちゃってくれてんのかなって感じですよね、本当で、あれでしょ、配信見ようと思ったらダゾンと契約しなきゃいけないから4000ぐらい取られるんでしょ毎月、ああそうそう、値上がったんですよダゾン、いい加減にしてほしいんですけど、これね普通のあれだよね、まあ、俺たちって皆さんと一緒に試合行きたいけどお小遣いが少ない俺から見たらさ、うん、無理ですって感じだよ日本代表なんか、うん、確かに、ね、
皆さん、すごい、この中でサッカーの試合見に行ってるの、日本代表とか。全然行ってない。そうだよね、ダゾーンとかもね、すごい大変だなみたいな。お金かかるね、サッカーってね。だ、関東リーグいいよね、そういう意味で言うとね。チケット代そんなしないしさ。だって代表とか行ったらやっぱユニ着ないとなんかちょっとおかしい、おかしいっていうか、みんながユニ着てるし、なんかタオルも持ってたり、リリーとか、やっぱお金かかるなって思いますよね。そうだよね。まあでもとりあえずそういう人たちでとにかくね、いい選手集めてワールドカップに行ってとりあえず頑張ってって感じなんだけどね。全然こう皮肉で言ってるわけじゃなくて、本当になかなか全然日本代表が見れなくなっちゃってるんで、時間もないんでね、ただ頑張ってほしいなって正直本当に思ってますんで。安藤さんからは、 JFL や地域リーグ見るようになってから、海外組より昼間働いてるサッカー選手の方が興味ありますって。それは言える、俺もそう。うんうん、なんか安藤さんいい子っていうね、来年あたりどうですか、このラジオ番組のレギュラーになりませんかJFL コーナー作りますんで。へえ、まあということで、じゃあ、まあ、日本代表もね、このあとスケジュールちょっとどうなってるのか分かんないんですけど、皆さんぜひ、ご注目いただければと思います。で、何よりも、注目してほしいのは市原アスレタカップということでね、ワールドカップの次にね盛り上がるのがアスレタカップということで、はい、準決勝改めて日程をお伝えしますね、今週の日曜日11月の24日13時30分お昼1時半からキックオフです、東京 23FC 対ジョイフル本田つくば FC ということでね、場所は姉崎サッカー場です。はい、ぜひ、そんな感じでね、今まで、もう11時か過ぎちゃってありがとうございました、はい。エンディングに入りたいと思いますけど、その前に何かネタ的に何か喋り漏らしてることある、マリさん。この間その、感謝に行った時に上川さん、久しぶりに上川さんに会ったんで、上川さん、はい、本当、はいはい、また機会があったら、紙解説をしに来たいなって言ってたんで、はい、またどこかでね、神川さん来てくれるといいなと思ってますっていうところと思って。ちょっと俺今いいアイデア思いついた、神川さん実況隊に入れちゃってほんで神川さんをよそのチームのこう実況にこう走らせてどうですか。あの、ね、勝手に解説って言ってましたよ。勝手に解説って実況じゃなくて勝手に解説。勝手に解説。じゃあシティさん J3 に行くから、上川さんどうですか解説に。カバン持ちよければ俺も横で喋りますんで、マリさんも横でネタ振りしますんで。とうとう J リーグの解説、実況解説ね。上川さん。はい。上川さんぜひまた遊びにいらしてください、機会がありましたらね。ね、はい。はい。はい、ありがとうございました。来年はね、まだちょっと12月になっちゃうんですけど、来年はこのラジオもね、もうちょっとゲストとかいっぱい増やしたいなと思ってるんでね、もし機会おしゃべりしたい方とかいたらね、実況隊のツイッターの方にね、ちょっといろいろ連絡をいただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ終わりの時間をご紹介、ご案内しましょう。今夜の出演者改めてご紹介します。まずクラブからね、はい、植草さん、ありがとうございました。 ありがとうございました。はい、はい、それから実況隊からね、マリさんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、それからね、最後まで聞いてくれたリスナーの皆さん、はい、本当にありがとうございました。はい、はい、今週末はね、マジで TV&レイディオでサッカーの中継、そして来週水曜日また夜22時にこちら X スペースでお会いできればと思います。皆さん寒くなってきましたが、お風邪などひかれないで最後まで今年サッカー楽しんでください。それでは皆さん、おやすみなさい。ありがとうございます。バイバイ。